はい、720回始めます。1月27日に入りました。ちょうど今ね、深夜0時ぐらいですよ。はい、今回720回何をやるか、何を、ロイターでですね、アメリカの雑誌なのかな、これ米誌、ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティストっていう、まあ、雑誌だと思います。ここが発表してるね、人類滅亡を午前0時に見立てた、終末時計の残り時間を90秒と発表したということで、まあ、終末時計ね、人類滅亡を午前0時に見立てた終末時計、これがその午前0時まで残り90秒にしたと。まあこれまではこの3年間終末時計残り100秒だったと、それが10秒進みましたよと、人類滅亡までね、いやー10秒もうね、過去3年間100秒に、維持されていたが、まあ今回のねロシアによるウクライナ侵攻、これですね、これを受けてだと思います。うん、悪化したと、うん、人類までに残された時間は史上最短90秒となったということです。まあまあ、今回、うん、この10秒短くしたきっかけはね、ウクライナ戦争なんですけど、まあ、基本的には核戦争とかね、人類滅亡の起こりうるとすれば、核戦争とか疾病とかね、コロナとかね、そういったもっとひどいやつ、うん、あと気候変動に起因する、まあ、脅威が、まあ、それにロシアのウクライナ侵攻が加わったっていうことで、3年ぶりに10秒縮みましたよと。まあ午前0時を終末と見立てて90秒前というと、今23時58分30秒かですね。うん、あともう90秒で人類は滅亡しますよってことで、まあうん、今ねロシアがね、核兵器ちらつかせてるっていうのもあるし、あとこのね、CEO、うん、最高経営責任者レイチェル・ブロンソン CEO、うん、まあ、ワシントンで行った記者会見で、ロシアが核兵器使用を、まあ、ちらつかせながら示唆していることは、偶発的、意図的、あるいは誤算によって、うん、紛争がエスカレートをする恐ろしいリスクがあることを世界中に思い起こさせるということね。本当にその通り、偶発的、意図的、あるいは誤算、まあ、どんな形であれね、エスカレートする可能性があると。何せ核大国ですから、うん、核兵器何千発持ってるんじゃないですか。そのロシアがね、まあ、誤算とかねありますよ。ここ数日でも、例えばドイツとかアメリカとかがね、それぞれの国の主力戦車、うん、主力の戦車をウクライナに提供すると発表してますね。これまで控えてたんですけどね、戦車の提供っていうのは。そういったことで、もう戦況っていうかね、悪化してますよね。うん、それに対してさっきニュース見たら、ロシアが、ミサイル120発とか言ったかな、うん、ウクライナに向けて発射してるっていうことで、本当に、泥沼化の様相ですよ。まあ、ロシアが負けるってことはないだろうって、森本首相とか、鈴木宗男議員とかね、うん、今議員なのかな、分かんないですけど、うん、まあ、議員だと思う、うん、とか言ってるみたいですけどね、まあ確かにね、ロシアがそう簡単にね負けるっていうのはね、まあ、どういった状況なのか、うん、その指導者が負けると思ったら負けであってね、はい負けましたと、まあ、やり続ければ何事もそうですけどね、まだ負けてないんだって言ってね、ずっと続けることはできますんでね、ロシアのプーチンがいる限りね、自分から負けましたと言うはずがないんでね、これはまあ長期化するのは間違いないですよ。うん、泥沼化で、その過程で誤算とかね、エスカレート、うん、偶発的なこととかね、で偶発的に核兵器が使われるとかねありますから、本当にこの終末時計、まあ、ただ人類が本当に滅亡するんであれば、私は、まあ、核戦争もなくはないですよ、なくもないけど、滅亡、人類がゼロになるっていうのがあるとすれば、やっぱり地球規模の、気候変動、これが一番じゃないですか、可能性は。うん、疾病言っても、疾病もあるのかな、もう全人類が亡くなるってことは疾病でっていうのは
ないような気がするんですけどね、疾病では。核戦争でも全員が亡くなるってことはね、まあ、核戦争によっての、まあ、大気がね、塵とかで覆われて食料が生産できなくなって、まあ、地球上の人口の何割とか半分とかなくなるってことは想定できますけど、ゼロになるっていうのはね、核戦争をきっかけはないような気がする。あるとすればやっぱり気候変動ですね。この今の大寒波とかね、大洪水とかね、地球の気温がね、例えば70度とかね、80度とか上がって冬はマイナス100度とかね、150度とかなったら、これ人類生きていけないんじゃないですか。食料も生産できないし、うん、もし人類終末あるとすれば、私はね、やっぱりね、気候変動とか温暖化とかそっち方面だと思うんですけども、まあ私の生きてる限りそこまでさすがに、人類滅亡まではないんじゃないかなと、踏んではいるんですけどね。もう、死んだ後のことは分かりませんよ、私がね。もう近々ですから、私なんかもうアラフィフなんでね。ということ、720回、お伝えしました。終末時計、残り90秒。3年間ずっとね、残り100秒だったのが90秒、10秒縮みましたよってことでね、お伝えしました。ありがとうございます。チャンネル登録および、高評価、よろしくお願いします。失礼します。